前回、聖に言われ裏山に向かったお嬢様、途中に普通の魔法使いがいたり、幻想郷の巫女がいたりしましたが、なんとかここを切り抜け魔界に続く洞窟へ。おい、やっぱりめちゃくちゃ長いわ洞窟。大幅なカットをしましたがまだたどり着かないのですね。たく、本当に魔界なんてあるのかしら。なかったらゲームとしてダメだからあると思う。寝たいわよタチ。お嬢様今回も極力敵を避けてるのですか。もちろん、じゃないと疲れちゃうのよねー。まだ弾が切れたか。一体この洞窟で何個使ったことか。誰かいるわ。で、この距離でイベント始まるの。誰だお前。本格的にわからない奴が出てきたわ。しかもそっちが姉さんかよ。幻月と無月ですって。誰よ。さあ、旧作の誰かでしょう。私とやろうっていうの。戦う流れね。まあどうせ雑魚でしょ。こんなところにいるくらいですし強いと思いますが。無限姉妹の幻月、無月が勝負を仕掛けてきた。私か、センスはいいわね。しかし、レベルが足りんわ。敵のお嬢様が83レベルで出てきたら間違いなく勝てませんよ。私が CPU なんぞに負けるか。通算300杯くらいしてると思うけど。そんなにしてないわよ。200くらいよ。してるじゃないですか。まずい、スマッシュスピン。これはお嬢様に対して効果抜群だ。ふう、全力のスキルで助かったわ。惜しいですね。どっちの味方してる？お嬢様の味方です。こっちもお嬢様であっちもお嬢様だよな。ですからどちらのお嬢様も応援しているということでございます。つまり、どちらが勝ってもいい。てめえこら。というのはまあ冗談ですよ。はあ、とりあえず立ち風タイムね。これは昨夜加速します。安定ね。効果抜群でここまでの安心感。さすがスマッシュスピンね。スマッシュスピンのことけなしてます。けなしてないわよ。さて、立ち風4済みで十分でしょう。俊敏と三段を上げまくったお嬢様、ここからどうなるのか。蹂躙に決まってるじゃない。敵のレベルが70。さすがに高いですね。こいつ、闇食らうのか、わからないけど撃つしかないわね。あ、後悔も一つだ。スターフレアだと。スターフレア、お嬢様は死ぬ。こいつ、まあでもスターフレアなら前回と同じ方法で攻略できるわ。ノームを使うのかしらね。まずは私を倒すわ。すでに立ち風は5回積んでいます。お嬢様がお嬢様を浸透で一撃。あれ、レミーこれじゃノーム間に合わないわよ。いや、こいつも浸透で一撃で倒せるんじゃないかなって。倒した。ほう、やっぱり強いわね私。好きあらば自分を強いというお嬢様。変なのが出てきた。久しぶりに妹様の人形を見ました。ま、でも確かフランって浸透抜群でしょ。でしたね。スターフレアなんて打たせないのよ。これが最後です。お前も闇蔵はなさそうね。浸透で行きましょう。ここも浸透だ。あら、終わってしまったわ。立ち風強すぎる説がありますね。これは禁止にすべきでは。何を言ってるんだお前。私の強さにひれ伏せ。出たよ負け惜しみ。この世界こんな奴ばかりだわ。まあお嬢様もこんな感じでしたし。はぁ、うざ。じゃあ来いよ、拳で。違うゲームになるのでやめてください。そこはせめて、弾幕で、でしょう。あぁ、で、何だったんだあいつらは。さあ、何だったのでしょうかね。とりあえずボスっぽかったしセーブしておくか。あれ門番っぽかったですし、この先に魔界があるのでは。だといいけど。なんだこれは。先に続いてる。これは、大座でしょうか。また知らん奴が出てきたわよ。誰でしょうか。多分魔界。おお、合ってた私。今の場面でそれ以外の回答があるのですか。実は全く関係なくないのよね。この先にいる奴らのせいで私は容疑者になっている。許さないとかいう権限あるんですか。解いてください。勝負になりましたよ。く、さっきボスっぽいのと戦ったからしばらくはこういうのないと思ってたのに。こいつが門番でしょうか。門番っぽい人形出してきたわね。どうしようかしら。どうしたのです。さっきも言ったけど戦闘来ると思ってなかったから。ダークネススイーツのスキルポイント回復してきてないのよ。今回も浸透だけでどうにかなるかしら。あ、割となんとかなりそうだわ。これさっきよりレベル低いわね。あ、本当ですね。出てくる順番間違えたのかしら。さっきは70の人形も出てきてたのに。で、耐えた。う、そのスキルはまずい。効果抜群だ。しかもお嬢様の体力を吸い取った。あの体力、すごい微妙なラインだわ。いや、私は浸透を信じる。倒したわね。お嬢様メイリンを撃破。そして最後は自分自身の人形を。あ、今のエフェクトすごい嫌だわ。攻撃か回復か。さすがに回復した方がいいと思うけど。まあそうね、敵の攻撃を見るのもありか。ここはお嬢様霧の水羊羹で体力を回復。ライフバースト、抜群スキルだわ。あれ、でも思った以上に食らってないわ。3分の1も食らってないじゃないですか。よく見てみればレベル差20にもあるからね。やはり前の姉妹の方が強かったわよ。お嬢様皿を撃破。これで倒してくれるってことよね。
負けたので通さざるを得ないでしょう。うわ、切れられたわ、怖。そして一瞬で消え去りました。ふむ、あそこに立てば魔界に行けるってことかしら。お、謎の場所ですって。この先には一体何が。魔界。魔界ってこんな場所なのね。イメージと違ったわ。もっと暗いのを予想してました。なんか普通の街にしか見えないわね。誰かいるわ。はじめの挨拶が重要。こんにちは。それだけか。この世界の魔界事情は一体どんなものなのかしら。魔界でも人形バトルが流行ってるみたいね。ふう、ちゃんと回復アイテムは売られてるみたいね。人形スキルカードショップもあるみたいです。ふむ、見たことないカードだらけだわ。まあでも使うことはなさそうだわ。おや、黒幕に心当たりがあるのかしら。明らかに怪しいやつだわ。立ち絵があるということは。なるほど、休憩係だったか。休憩所もあるし物も買える。ちゃんと生活していけそうね。おい、永住する気はないわよ。異変解決したらさっさと帰るわ。この先かなり怪しいですね。もしかしてもうそろそろ最終決戦なのかしら。何と戦うかさっぱりわからないけど。私たちはさっぱりですもんね。一体最高レベルはどれくらいなのかしら。私の今のレベルより高いのは出てこないと思うけどね。考えが甘いですよ。進めばわかるわ。恒例のアイテムチェック。こんなかっちりしてるところにアイテムとか落ちてますかね。しっかりとかかっちりとか関係ないから。なかったですね。可能性を捨てるんじゃない。別に私は望んでないのですが。かなり大きな城ね。城でいいのかしら。ふん、行けしかないわ。扉が開いてるのが不自然ですね。私を誘ってるんでしょ。パンデモニウム、トンデモニウム。変な言葉を作るんじゃない。右の扉と左の扉どっちが正しいのかしら。え、なんなのこの言い草は。侵入者の方は左手の入り口からですって。開いたわね。こう言われると右から行きたくなるわ。あ、これもしかして四天王みたいな感じじゃないですか。あ、なるほどね。四天王か。回復とかもっと買った方がいいかしら。まずは一回戦ってみるとするか。一体誰が待ち構えてるのでしょうか。案の定知らないやつね。さて貴様は誰だ。雪。別に待ってなくていいのに。そう、私ってなかなかのやり手なのよ。そうか。お嬢様今から退治されるみたいです。退治されるのはお前よ。魔法使いの雪が勝負を仕掛けてきた。む、猫か。ここで出てくるとは思わなかったわ。でもこれチャンスじゃない。こいつがキリングバイトを使ってくるなら立ち風を積むチャンスね。あ、使ってきましたわ。それじゃあ昨夜よろしく。加速します。しかし、こいつはこのレベルまで新しいスキル覚えないのかしら。このゲームの CPU は基本効果抜群のスキルがあるならそれを使ってくるわ。だからでしょう。そうだったわね。しかし、効果抜群のスキルといってもきっとキリングバイトよりダメージ出るスキルあるでしょうにね。ちっちゃいスイカか。面倒だと思ったけど私にはスマッシュスピンがあったわ。前回もお嬢様を助けたスマッシュスピン。うえ、死んでない。やっぱり立ち風4済みじゃ弱いか。そしてスイカの攻撃。まあこうなるわよね。こうなることは前回の霊夢戦で実証済みです。ま、今度は立ち風を6回積めばいいだけだわ。もう積んであるわね。さあ出てきなさいように。て、あれ、敵は順番を入れ替えてきましたね。なぜだ、一体どういう判断でここの順番を入れ替えたんだ。まあでもいいか、お前じゃ私には勝てないだろうし。ダークネススイーツで一撃だ。今度こそスイカね、ちゃんと一撃で倒れてくれるかしら。さっきの体力から見るに削れるわ。し、行った。お嬢様スイカも撃破。残り2体は一体誰かしら。ほう、マリサねえ。私の前にマリサを出してくるとは。黒いチョーカーを持ってる可能性がありますよ。ないでしょ。ほら、さすがに今回は持ってませんでしたか。これが最後の人形ね。後悔も一つじゃなければ倒せると思う。お嬢様これが最後のダークネススイーツとなるか。ふ、四天王と言っても実力は大したことないわね。敵は四天王とは言ってないわよ。それにもしそうだったとしても一番最初の敵なんで、奴は四天王で最弱よ、ってやつですよ。言い訳タイム入ったわ。レミー、その慢心が命取りとなるのよ。お嬢様はいつも慢心してますからね。いや、私だって慢心してない時あるわ。本当でしょうか。マジよマジ。次のガイタは、ちょっといろいろ回復とか、終わり。というかこいつスルーして先に行けるんじゃない。扉は開いてますね。聞く、バレましたね。そこは止めないで欲しかったわ。
明らかに雪ってのより上のやつですね。羽生えてるもん。羽は関係ないと思いますが。めちゃくちゃ煽ってくるわね。それで負けたらお前らどうせ全力じゃなかった。だろ。なめんなよマジで。魔界の魔法使い、前が勝負を仕掛けてきた。魔法使い。む、たち。悪いけどボコボコにするわよ。できるかしら。たちに手こずったこととかないから。あったような。っていうかたちで立ち風を積ませてもらうわ。なんだその技。すごいエフェクトしてますよ。なんだこのダメージは。お嬢様の体力が吹き飛んだ。なんだこの威力、効果抜群のスキルじゃないっていうのに。なるほど、1ターン犠牲にして威力を上げてきた。これでレミーを倒す。倒すな、これは結構耐久になりそうね。ダークネススイーツ一撃じゃなかったですね。そもそも効果抜群ですらなかったわ。1、残った。これウェブレ次第では死にますね。多分死なないように祈るしかないか。1ターン余裕があるってことは立ち風必ず詰めるのよね。死ななければね。耐えろ、私。とりあえず4済みで様子見。たちはこれで間違いなく倒せる。おっと、聖画ですね。お前確か闇に弱かったでしょ。弱いですね。じゃあこれで終わり。お嬢様2体目を撃破。これで残るは3体。いっか、こいつとの相性わからないわね。でも闇よりは浸透の方がダメージ通りそうだわ。おっと、ここも一撃だ。悟り、どうだったかしら。闇通らなかったような気もするけど。そう言いながらのダークネススイーツ。やはりか。でもこれなら2発で倒せますね。私の記憶では浸透も微妙だった記憶がある。でも正確じゃないから浸透も使ってみよっと。ふざけてると死にますよ。ふざけてない？確認をしてるのよ。あ、やっぱり。今の急所に当たってなかったら倒せてなかったのかしら。どうでしょうか。さて、お前はさっぱりわからないと。闇で攻撃するしかないわね。普通って感じですね。立ち風最大まで積めば一撃か。生命の負というもので体力を回復したみたいです。この攻撃は名前的にヤバい。お嬢様に対して全てが抜群みたいな名前してますね。あら、全然だったわ。こういうこともあるのね。これで終わるわね。一人目も二人目も同じくらいね。経験値美味しいわね。思ってる、絶賛思い中。もういいわよ、この世界の定型文は。若干切れてるし。何敵を煽ってるんですか。私に舐めた態度を取るとどうなるか教えてるのよ。今度は広そうな場所ね。メイドみたいな格好してそうね。お前メイドですかね。こっちのメイドより優秀そうだわ。チェンジで。そういう制度はありません。まあ確かに何の義理もないわね。あ、これ多分次が最後だ。お嬢様何かを感じ取った。魔界のメイド、ゆめ子が勝負を仕掛けてきた。はい、もう勝ちを確信したわ。あの光が見えた瞬間に私の勝ちは確定している。問題はここで詰むかどうかだが。いや、敵の属性は光ということを考えると、ここは攻撃。む、私より速いのか。あれ、これなんかまずくないですか。見た目だけよ。ちょっと待ってくれ、一撃。え、一発も耐えられない。それはかなりヤバいんだけど。嘘だ、一発も耐えられないはずがない。耐えられてませんでしたよ。そんなの私は認めない。これも上ブレ下ブレありそうね。く、だけどさっきのパセの攻撃より死ぬ確率が高い。多分でも耐えればミコは一発で倒せますね。ここは運ってことになるか。誰だこいつ。夢見ですって。とりあえずこの体力じゃ話にならないわ。お嬢様体力を回復。この敵は私の弱点持ってなさそうだし大丈夫よね。全然大丈夫そうじゃないです。あれ、なんでこんなに体力減るの。スキルの威力がもともと高いのかしら。それ以外にも何かありそうだわ。そっちがその気なら私は一撃で終わらせてやるわよ。敵の方が速いです。レベル14離れてなんで敵の方が速いのよ。ドンソクレミー。なんか本のタイトルにありそうですね。ねえよ、どんな本だよ。とりあえず黒い髪飾りを持たせて、闇を強化しておくか。このまま突っ込んでも同じことになると思いますが。いや、奴より私は速くなるわよ。え、ですが立ち風を積む隙はありませんよ。それがあるのよね、たった一つの隙だね。そのタイミングは、ここ。え、お嬢様。私の計算でいくと、立ち風一回詰めばこいつより速くなるはず。これもう計算とかじゃなくて完全な予想ね。一回詰めればそれでいい。次の攻撃が重要になってきます。スピード買ってくれ。
全勝利。問題は次だけどね。こいつに勝てたなら次のやつにも勝てるわよ。ダークネススイーツ。お嬢様の予想が当たりました。倒れろ。ふう、ここまでは計算通り。おう、次は心か。お嬢様露骨に喜んでますね。心は闇に弱いからね。お嬢様心に何もさせず倒した。意外とこのまま倒しちゃうかもしれないわ。で、昨夜かよ。おっと、私ですか。この昨夜って弱点なんだっけ。何でしょうかね。知ってるんでしょ、教えなさいよ。いいえ、忘れました。使えんメイドね。とりあえずのダークネススイーツ売っておくか。あ、ダメだった。あ、思い出しました。確か盗賊性が抜群ですね。てめえわざとだろ。まさか。次は勝つ。次回、多分最終回。